はい、男は辛いよではないですけどもね、情報発信業は辛いよという面があります。ちょっとカメラ傾き方が違うかな、こんな感じですかね。頭が、おでこが映ってますよね、うん、そうなんですよ。なんか情報発信ってやりながら見つけていくもんなんですよね。で、これだと思ったものをやっても受けなかったら別のものに結局切り替えるんで、走りながらやっていけばいいのかなと思います。まあ、ですので今ね、なんか買って見た系をレビューしてる人いるんですよ。私のところに動画を送ってきて、これを買ってみてレビューしましたのやってますけども、いや、これを買ってきたのレビューをしようと思ったら買わないとレビューできないっていう縛りができちゃうんで、情報発信に限界できるわけですよね。で、それでは非常にもったいないというか意味がないので、だったらもうどんなものでもレビューしていくってところから始めればいいと思うんですよ。そのどんなものの切り口ですよね。例えばここにあるものね、これ8-4なんですけども、これからの時期こういう風なフレグランスが重要になってきます。私もね、もう年を取ってきましたんで、こうやってね、匂いを気にしてるわけですよ。で、この8-4をなぜ選んだのかっていうと、別に意味はなくて、ヤフーじゃないや、アマゾンでピュッて出てきたから、お、そういえばこんなの使ってる女の子いたなと思ったんで、やってみたんですよ。男性用のこういうシュッシュもあるかと思いますけども、それはそのうち見つけようかと思います。まあ、ですんでね、それまで私、ベンツのコロンを使ってましたけども、ベンツのコロン、うん、どっか行きましたね。まあ、おっさん臭いわけですよ、匂いが。匂いがおっさん臭いんで、まあ、男性用をつけるとおっさん臭くなるんで、ちょっとどうしようかなと思ってたんですよ。まあ、これからもね、この8-4を使うのかどうか分かりませんけども、これ3980円もしましたんで、うん、まあでもやりながら考えていくってことですよね。自分の体臭が気になるなとかね、体臭ケアしようと思ったら何でもいいからまず使ってみるんですよ。最初から百発百中でいいものに出会えることってありません。何でもそうです。飲み物もそうですよね。最初からコーヒーばっかり飲んでたわけじゃなくて、緑茶も飲むし麦茶も飲むし、いろいろ飲んだ挙句何かに落ち着いていくんですよね。それはコストの面とか味の質の面とかね、健康とかっていうのを考えて、私は最近はノンカフェインのコーヒーになってきたわけなんですよ、うん、当然高いですよ。ノンカフェインのコーヒーは高いんですけども、そういうふうにしてやりながら選んでいくところがあるのかなと思いますよね。で、吉田さんが言われたように、みんな倒れていくんですよ。で、大してやってないのに、大してやってないのに倒れていくんですよ。そこで象徴的な言葉がありましたね、吉田さん、このロバート清崎シリーズ の, 前半の方で、なんかね、みんながみんな億万長者になれるわけではないみたいなことを言ってましたよね。もう本当にね、最悪のバカの意見ですこれは。だって正しいんですよこれが、うん、だから正しいんでこれを肯定しちゃうんですよ。だから、うん、これは良くないなと思うんですよね。まあ、バカって表現が適してないのは小利口ってことなんですよ。ある意味賢いんですよ。この道行ってもみんながみんな成功するわけじゃないなと思って、じゃあやめとこうっていうのは小利口な意見なんですよ。私はバカなんで、私はどっちかというと本間ものバカなんで、あ、これこの道進んだら1億円があるなと思ったら、もうね、自分が死ぬまで行くんですよ。で、行ってみて死んだらそれで1億円を目指して手にできずに死んだ人っていう人生ができるんで、それはそれでいいんですよね。でも、あることないことを無難に過ごして、これうまくいかない可能性が高いな、これ失敗する可能性が高いなと思ったら、全部失敗する可能性が高いんですよ。で、生きてることですら、例えばね、今私が46歳で生きてますけども、47歳になる可能性っていうのは非常に低いんですよ。いろんな意味で私は47歳にならずに人生終わる可能性の方が高いわけですよね。ただたまたま47歳になるかもしれないというのは、なんでかっていうと、平均年齢っていう指標があったりとかね、今健康被害がどこにも現れてなかったりとか、戦争がないとかっていう後情報なわけなんですよ。でも例えばね、人間が死ぬっていうのは非常に奇跡的な、生きているってことは奇跡的な動きなんですよ。私10秒後に心臓が止まっても誰にも文句言えないですよね。誰も責任取ってくれますよね。そこで人生が終わり、あ、心臓麻痺だったって終わるだけなんですよ。じゃあ40代後半になってきて脳梗塞が起きて死にました、そういう人生を送る方って結構いるんですよね、うん、それはもう数字が示している通り、まさかあの人がみたいな死に方って結構あるでしょ、うん、だからね、人生ってどこで終わるか分かんないんで、失敗する可能性が高いというね、自分の勝手な認識でその道を目指さないのであれば、もはや成功する道はないわけですよ。で、逆にですね、みんながみんなうまくいかないっていうふうにみんながみんな思ってるんで、だから自分だけはうまくいくっていうふうな考え方に変えていけると思うんですよね。で、今回の動画のまとめなんですけども、吉田さんもね、暑い中撮ってくださったんであれですけども、天才になれば一番ね、いいんですよ。天才に、でも天才にはなれないんですよ、ほとんどの人が。もう最初の生まれた資質でこの天才っていうのは決まってます。残念ながら決まってます。説明のつかない天才的な頭脳ってのはあるんですよ。これには私は最初から諦めてますね。じゃあ次何になるべきかっていったら、バカなんですよ。そればっかりやるやつとかね、バカ一本、正直、バカ正直、これなんですよ。でも小利口な人ってそれができないんですよ。全部で平均点取ろうとするんですよね。
まんべんなく全部がそこそこ上手になりたくなっちゃうんですよ。でも私の場合はことネットで稼ぐってことに関してはもう誰も許さないぐらい、私の住んでるね半径2キロ以内の人よりも私は多分ね秀でてます。でも会社員とか勤め人とか人を雇う社長としては私は能力低いです。半径20キロ以内に私よりもレベルが低い人は多分いないぐらいダメな人間だと思います。だから自分の得意分野で、戦うってことなんですけども、その自分の得意分野を探すんではなくて、まあやってみるわけですよ。やってみたらこれが得意分野だったってことで必ず動きがそこで止まりますから、動きが止まったところでそこで突き抜けていけばいいわけですね。これだと思ってネットビジネスいいですね。私がやってる中でもうほとんどの9割9分の人が辞めてきましたね。吉谷さんね、辞めていくんですよみんなね。辞めていくんだけども自分だけ辞めなければそこで重鎮になれるって話です。これも以前ねお話したと思います。まあそういった形であなたは自分のことを名前じゃなくて肩書きで表すとしたら何ですかってものがもう30代とか40代なんて決まってないっていうのはもはやねそれまでの人生が無駄になっちゃったってことだと思った方がいいですよね。自分の名前じゃなくて自分を表すとしたら何って、 YouTuber っていうね言葉があるじゃないですか。 YouTuber ですか YouTuber ですか YouTuber ですか、ユーチューバーと言えるぐらい、言っても恥ずかしくないぐらい動画のアップロードしてますか。吉谷さんなんてのはねチャンネル登録者数2000とか2500人ぐらいでしょ、まあ、これも大したもんですけども、チャンネル登録者数としてははっきり言って多い方ではないです。でも動画アップロード本数で言えば追いつける人はトップユーチューバーでもいないですよ、まあ、こういったところでユーチューバーっていうふうに誇れる点があるんですよね。で私も同じようにチャンネル登録者数8000人といえば大したことない人数ですよ。こんな1万人もいってないわけですから。でも動画のアップロード本数はまあまああるわけですよね。まあ吉田さんにはかなわないかもしれませんけども、動画のアップロード本数も1万本以上あるわけですよ。そういった意味で私 YouTuber ですよって名乗ってもおかしくないぐらいの何かをやったかってことが残ればそこで生き残っていけるということだと思います。で逆に皆さんにね聞きたいんですけども、他の人が追いつけないぐらい何かをやったことってありますって形なんですよ。あるでしょうかね。これを今日も問いかけながら、あやばいな何もないなと思ったらせめてね何かを始めていくっていうことから始めてみてはいかがでしょうか。それでは今回は以上です。